はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールシーン Do Not Cross 13ということで、交わっていないトロールのシーンでしょうか。まあいつもの通り全然意味わかんないですね。英語はダメなんですよ僕。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.50% で、全然関係ないことなんだけど、今日朝病院に行ってね、採血したんだよね。でね、貧血になって倒れたらごめんね。今日は開幕何々引っかからなかったよ。モグーラ様でーな。ここは何、あ開幕派だ。じゃあ最初にさ、ハテナブロック叩かない方がいいんだろうね。そしてオンオフを叩く。そしたら、なるほど、これで先に進めるっていうことね。一旦バネ出しておこっか。あのバネどっかやろ、どっか行きやがれバネ、いつも邪魔して行きやがって。このバネ野郎がどっかさまよってろ。そしてここは、大丈夫、この音楽がまずいやつじゃないの。いや大丈夫、合ってるよ。そしてこのまま上に行けるっていう感じじゃないの。さあ行きましょう。ここは罠少なめなんじゃないの。ほらフラワー合ってたよ。今日は調子いいかもしれない。皆さんすいません、動画的にね映えないかもしれないんですけど、たまにはね調子よく活かして。じゃあさ、ここのハテナブロックも叩いたらいけないってことだよね。今日このコースさ、ハテナブロックを叩かない方がいいんじゃないの。ここはヒップドロップ以外ないな。隠しブロックもないし、ヒップドロップ、そしてもう一回しなきゃいけないのか。ヒップドロップどうなる。あ、待って、生き返って。濃いんじゃねえんだよ。いやなんとなく怪しいと思ってたんだよな、ここ。じゃあここはドクロリフトに乗らないように、この場所でヒップドロップしろっていうことだね。そしてドクロリフトに乗ってカロンの甲羅を装備したまま行く。このカロンの甲羅はドラクエのお鍋の蓋より大事だよ。じゃあここはどうすればいいんだろう。脱ぎ捨てるってことかな。なんでこの場所がマジで全然わかんないね。あ、わかった、ボム兵を倒すからカロンの甲羅持ってきちゃダメなんだね。なんでさ、ここでカロンの甲羅を捨ててこの土管に入らなきゃいけない。そういうことだったのか。お鍋の蓋以下じゃねえか。そしてすぐ上に行く。あいつ落ちてくるでしょ。なんで落ちてこないの。あのエンジェルハナー落ちてこないんだけど。ここは右でいいぞきっと、絶対そうだろう。キャッ。もうちょっと早いの来てくれよ。キャンって今準備したじゃねえか。じゃあここは上に行ってピースイッチが降ってきたよね。あのピースイッチはどっか降ってきたんだろう。あ、このピースイッチ踏んでいいのかな。そしたら、なるほど、これで鍵が手に入れて上に行けるっていうわけで、それじゃあ進んでいきましょう。このピースイッチが鳴りやんだ後で見たら、うわ絶対そんなと思ったよ。なおで、それじゃあここで今ピースイッチ押したんだけど、あ、まさか真ん中にブラパがいるとはね思わんかったね。じゃあここは左から行こっか。そしてドアに入る。これで砲台がいないと思うんですよね。さあこれで中間ポイントゲット。一旦下に行ってやられろみたいな。怖え。どうなる。そして左が何もなんないの。このピースイッチが鳴り終わったら下に行けるみたいな、そんな感じでもなさそうだね。それじゃあ先に進みますか。ここは何もしない。熱い。そして石おやじ。いや絶対なんか変わってるよ。こっからなんか変わってるんじゃないの。一旦上に行こうか。そしたらシャキーン。いやシャキーンさしてよ。でももう分かりました、この場所だね。この場所でシャキーンしたらいいっていう感じだね。で一旦当たってこのまま先に進めると、これは右押しっぱでいいのか。本当にほっ。見た、この髪よけ、このバブルよけれたのはすごいんじゃないんですかね。それじゃあ進んでいきましょう。多分これでキノコ。やってる。ナイス。でもさ、これ右が正解だと思うんだよな。左ラルって書いてたもん。ここは新耐久か。どういう新耐久なんだ。あれ新耐久でもなさそうだね。これ当たれるでしょ。あのキノコ何。それじゃあここはドアに入ったら常にしゃがんでおかなきゃいけないんだよ。そしてこのキノコ状態のまんま右に行けると、そういう感じだね。それじゃあ行きますか。これゴールじゃないの。いやそんなわけねえか。何勘違いしてんだ。じゃあここはあのハエを踏んでいいのか。踏んで下に掴む。このハエ野郎が。
一旦戻れっていう感じなんかな。なるほど。そしてあ、ここにツタが出てくるのね。うわ、上か右か。上すげえ怪しいけど行ってみたいと思います。こっちが正解なんじゃないの。熱すぎ。そしてこのキノコを取って右に行けるっていう感じだね。右下どうなってたんだろうね。あっちに行きたい気持ちもあるんですが、こっちが正解ならしょうがない。今日は運がいいな。よっしゃナイス反射神経。そしてこのオンオンをして上に行けと、そういう感じでしょう。はっ、うわこっち違うっぽいな。多分このドア違うでしょう。多分心理耐久かなんかに繋がるみたいな、そんな感じだと思うんですよね。来ました、心理耐久。今日は何の心理耐久ですか。え、これ心理耐久なの。ちょっと待ってね、理解できない。あ、わかったわかった。これさ、ブラッパーより早く行けっていうことだろうね、あの針のところに。多分そういうことだよ。ブラッパーより早く行けっていうか、このバネより早く行け。え、無理じゃない？ちょっと待ってね、ギリギリだ。ギリギリを攻めなきゃいけないね。この辺でオフ。そして下に行けばやられれるっていうわけだね。これはぬるいね。ここがまだよく分かってないんだよな。一旦キノコを取るところまでは合ってる。オンオフをしたらいけないっていうことだよね。なんでここはオンオフをせずに先に砲台の近くに行く。ふふふ、言われたよ。あ、逆か。砲台の近くに行ったらいけなかったのか。いや、すいませんね、いつもうちの息子ドジキングが皆さんの貴重な時間をもらって見てくれているのに、このバカ息子が。今度やったら YouTube やめさせるわよ。ごめんお母さん、もうミスしないから許して。しょうがないわね。それじゃあ次バカになる。絶対違うと思うよね。でもそれは正解なんだ。なんで乗れないの。いや、クッパクラーに乗れないって分かってもさ、これどこ行くの。どの石おやじに乗れるの。真ん中。わかるわけないやんか、こんなの。よーと見たら絶対足場かなんか隠されてるはずなんだよな。いや、なんも見えんし、ガリガリの裏のドッスは大丈夫。なんでちょっと待って、これさ、走っていけるんじゃないの。矢印書いてるもんね。それでいけたらさ、今までやってたこと何なんだろう。これでいけたんだ。ごめんよお母さん、僕また閉じしちゃった。コイン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 。さあ、コインコイン充填も終わりたことだし、先に進みたいと思います。それじゃあここは下に降りていいのか。チェックポイントって書いてた。はっ、いや、取って取って取ってよ。これはでも、え、やられてないの。いや、どうにかしてなんかなるよね。この右上に行くしかないのか。でもこれが正規ルートだと思うんだよね。あのリフト取れないでしょ。うわ、なんか怪しいぞここは。チェックポイントものしかな。なんかチェックポイント1、さっきの場所とちょっと似てない。ブロックよ、どうなる。あ、いや、大丈夫大丈夫。ここ戻ってきて、今から下に降りてチェックポイントが取れるっていうことなんじゃないかな。いや、なんでよ。あ、いや、よかったよかった。これで先に進めんやねえか。まあ、一旦やられろっていうことだろうね、きっと。はい、それじゃあチェックポイントも取れたし、先に進みたいと思います。はい、上バーがあるけど、あ、土管は入れるんだね。あの土管の前のバーは入れるんだ。引っ込んでろ、ザコが。はい、それじゃあ急にザコが飛んできたんでね、ジャンプしておきたいと思います。このスネークブロックは何だろうね。しかも今左にもザコが飛んできたよね。さあ、ここ、あ、待っててよかったよ。絶対このカロンの甲羅が正解。そして上に行く。絶対あの場で怪しいもんな。隠しブロックかなんかありそうだな。ちょっと次やられたら行ってみようか。めっちゃ気になるもんね。ただ僕はやられないでゴールしてみたいと思います。さあ、ここのクリボーで鍵を取ってすぐ右に行く。ダメくせえぞ。これはダメくせえの。大丈夫か。なるって書いてるじゃねえか。いや、これはもう一回この土管に入ってやり直し聞くんじゃないの。そうだよね、きっと。待って、ザコ飛んでくる。あれ、鍵が手に入れれてる状態だからさ、絶対こっちで合ってると思うんだよね。そしてまたカロンの甲羅を手に入れて右側。これさ、絶対隠しブロックあるでしょ。あ、ない。あ、ないけど下に行けないじゃん。じゃあここまでの道のりは合ってたんだよ。それじゃあ皆さん、気になるところ、この右下のバネ、何が起きるんでしょうか。それじゃあここ鍵手に入れて戻ってきたんだけど、ここで何もしなかったらね、真ん中の砲台が開く、そういうことなんじゃないかな。やっぱ
ぱりそういうことか。それじゃあ進んでいきましょう。このコーナーは蹴っていいのか、ブラパが出るとか、そんなんはないよな、頼む。よしよし、ツタ、ツタはいつも味方でいてくれて優しいな。それじゃあここは、ここの場所でジャンプはいけないよね。なんで、ここの土管に入る、それしかないんで。で、この鍵を持ってきてるから、この鍵のドアに入っていく。それでゴールがあるっていうもんでしょう。頼む。なんて書いてんだこれ。モロンクドアって書いてんのかな。違うドアに入れってこと。うわ、中間ポイント戻し。いやでも大丈夫だよ、まだチャンスあると思う。ほらちょっと下がったでしょ。ここで何もしなかったら、この砲台が下に降りてきてどうかなるっていうことだと思うんですよ。もう違ったぞ、絶対に右がゴールだ。絶対にあのツタの何かがゴールと思う。これはどうやってやられんの。絶対違う、これ C 耐久かな、新しい C 耐久。あっ、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、太陽の通り道ということで、皆さんマリオの中で太陽というキャラクターをご存知でしょうか。悪のやつなんですよこいつは。わけわかんない動きをしてマリオに突進してくるキャラクターなんですけど、そんな理不尽な太陽がどういう風に動くか知っているでしょうか。まあまあ皆さんですね、どういう風に動くか知らないと思うんですよ。ということで僕がこのコースを持って教えてあげようじゃ。コインを81枚以上取ってからゴールか。ということはさ、太陽が氷ブロック溶かすと思うから、そのコインを取っていけっていうことだろうね。は？これ20秒しかないの？これさ、右スクロール系だと思ったけど、もしかしてこれ人画面？人画面じゃねえか。なるほど、そういうことで、このコインを全部取れっていう感じなんじゃないかな。あと何枚？あと3枚で78枚でしょ。想像と全然違った。まだ先にね、氷ブロックがたくさん並んでると思ったんですよ。そして太陽が溶かしてくれた道を進んでいくみたいな、そんな感じと思ったんだけどな。まあこれはこれで面白いんじゃないかな。ちょっと待って、来い待って、来ないで、来ないで。ちゃんと落ち着いたらいけるから、みんな見てて。さっきの来ないでよ、もう演技だよ。次こそ行ってみせたいと思います。これさ、下が氷っていうのがさ、もうどこらへんで来るの。来ないでって。これガチで攻略しに行っていいかな。闇雲にコインを集めるだけだったら絶対にクリアできないね。なんで次に太陽がどの辺でかわせるかよく見ておこう。多分ね、右下この辺でしゃがんでおいたらかわせるんじゃないかな。それかこの場所、一旦この場所に留まっておく。なるほど、このさ、角っこの場所だったらかわせそうだね。はい、ということでこのテイクでクリアしていきたいと思います。みんな見てて、絶対クリアしてみせるから。そしてあの太陽を手下につけたいと思います。太陽が手下についたらクッパなんで楽勝だよ。はっはっはっやべ、時間がね、頼む。よし、あと何秒、2秒、1秒、頼む、間に合って。ツルツルしてんじゃねえ。これさ、地上だったら楽勝だと思うんだよね。氷ブロックでツルツルしてるからさ、めっちゃコインが取りにくいの。なんでここは小ジャンプ、小ジャンプを駆使しながら行った方がいいよ。そしてここでしゃがむ、ナイス。これはゴールできたんじゃないの。さあ行きましょう、どこに行って。めっちゃ時間シビアだね。俺は泥棒、世界で一番金が好きな男、ドロキングさん。今日も金を盗みに行きたいと思う。今日のノルマは81円さ。その81円さえ達したら、昨日作った晩ご飯の残り、カレーをレンジでチンして食べたいと思う。さあ、残りあと何枚だ。21枚全然違うけど、さあ、残り1秒、頼む。やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。